はい、こんにちは、ジュース村山です。暑いですね。暑いです。めちゃくちゃ暑いです、うん、もう夏ですね。ですね。はい、で今回は、まあ、前回スニーカーやったんですけど、うん、初の試みで、皆さんが今どんな帽子をかぶってらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思いますんで、早速行ってみましょう。はい、はい、今日かぶってる可愛いそのハット、はい、紹介してもらっていいですか。エンジストリートにある、はい、オーバーライド、はい、ロシアさん多分俺持ってたんじゃん。それネイビーあります。ネイビーあると思います。ですよね、はい、持ってた、店長が。ああ、そうや、うちの店長が買ったはずじゃん。オーバーライドのハットですね。はい、はい、お兄さんのやつはメルカリで個人でなんか出してるのを探して買って、はい、誰かが作ってらっしゃるやつですか。です、ハンドメイドね。ハンドメイドです。かわいい、めっちゃ紐が2人とも、その紐がすごい特徴的で今日合わせてきたんですか。いや、たまたまありがとうございました。ご協力ありがとうございます、はい、今日かぶってるキャップ、それはどこですかね。サンフランシスコジャイアンツ。サンフランシスコジャイアンツ。なんでサンフランシスコジャイアンツなんですか。2代目なんですけど、基本的には東寄りの格好なんで。あ、ちゃんと意識してるやん。ヤンキースとかメッツとかしか被らないんですけど、はい、これは好きなラッパーがセガフロントジャイアンツってこの帽子被ってたから、はい、あ、でそれのあれか、頭文字か、それを、はい、あ、めっちゃ意味ある。セガフロントの、セガフロントの SF で買って2代目、はい、で2代目です。めっちゃ好きなやつやでもいいっすね、あのブラックのあれがエリアが多いから合わせやすいです。はい、差し色でね、オレンジもいいし。はい、はい、ありがとうございます。はい、ご協力ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします今日被ってるキャップは、どこで買われましたか。これエキスポシティのザキャップって言うんですよ。はい、ザキャップ結構あれですよね、これマリナーズですけど。そうです、ね、色がカスタムのあれですね、普通の純正の色じゃないですもん。この色めっちゃ好きで、特に回せやすいっていうのを買いました。はいはいはい、確かにめっちゃいいですね。はい、ありがとうございます。初めて見ました。サイズは何で被ってますか。これ8分の5ですね。結構大きいサイズなんです、はい、まあ、結構今ボリュームあるからね。あ、そうです、ね、僕もニューエラ好きなんで。ありがとうございます。すごい初めて見たモデルなんで。あ、ほんまですか。かっこいいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はい、じゃあ、手前のお兄さん、被ってるキャップの紹介してもらっていいですか。どこで買いました。アメ村で買いました。アメ村で。いつ買ったんですか。もう1年前ぐらいですよ。結構綺麗やな。うん、なんか気に入ってるポイントってあるんですか。やっぱメッシュキャップ欲しかったんで。メッシュキャップ夏場ね、必要っすね。ありがとうございます。お兄さんはアメ村で買ったっすね、はい、気に入ってるポイントありますか。やっぱグレーが欲しかったんでこれで買いましたね。なかなか見ないですもんね。はい、ありがとうございます。お二人とも何か夏に欲しいアイテムってあるんですか。靴と帽子と、はいはい、めっちゃあるいろいろ欲しいですね。具体的にじゃあどんな靴が一番欲しいですか。ジョーダン。ジョーダンやっぱり。な、決まってます。ジョーダン1とかあるじゃないですか、種類が。ジョーダン1ですね。ジョーダン1やっぱり、まあ、ちょっと夏っぽいカラーリングの、はい、いや、お兄さんは何かあるんですか。オフホワイトの T シャツが欲しいです。オフホワイトの T シャツ渋い。結構高いんだ。結構高い、はい、買えたらいいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回もご協力ありがとうございます。はい、いえいえ。今日は、はい、キャップの紹介をしてもらっていいですか。はい、シュプリームのメッシュの、はいはい、夏にあったらかぶってる、はい、ボックスロゴのキャップです。これいつのやつですか。年代はちょっと覚えてないんですけど、でもなんかたまにメッシュキャップ出ますよね。そうですね、あの再販型もされてるんで、はい、それを出ては買っては出ては買ってはしてます。今年も確かなんかパッチがついてるやつ出ました。はい、いや僕もなんか夏なんでちょっとこれ欲しいなと思ってたんですよ。うん、やっぱ違います。涼しいですね、若干後ろが、はい、ですよ、いいですよ、これから何か欲しいアイテムってありますか。いや、ほぼほぼあるんで白、はい、夏暑いんで、はい、白あれはもういいかな。あ、白って、はい、いろんな柄の、はい、なるほど。シュプリームですか。もうブランド問わずに、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お二人ともご協力ありがとうございます。じゃあ、手前のお兄さんから、被ってるキャップの紹介をしてもらっていいですか。まあ、どこで買いました。これメルカリで。メルカリで、はい、多分マスってマスが数学のことですよね。なんか面白いめっちゃいいです後ろはだからスナップバックのタイプですね、はい、いくらで買ったんですか。これ1500円です。ああ、いいですね。なんでマスを買ったんですか。なんか面白かったあ、数学が好きとかじゃないではないですないですね。文系です逆にね。じゃあ奥のお兄さん、そのキャップどこで買いました。これはそこのユニオンで買いました。ユニオンで。なんか気に入ってるポイントとかありますか。黄色のキャップだから、はい、結構暗めの服とかでもあるんで、はいはいはい、今日もそんな感じですよ。外してね使ってます、はい、これでなんかまた帽子も黒やったらねちょっと重たすぎるんですけど、僕もその個人的に黄色にそのグリーンっていう配色すごい好きなんで、ちょっと目に留まったんで覚えさせてもらいました。これから夏なんですけど、なんか欲しいアイテムってありますか。もう可愛い T シャツが欲しい。可愛い T シャツ、こんな感じの、こんな感じ、はい、これも可愛いですね可愛いですね、お兄さんは何かありますか。
なんかキャップ、キャップで、まあ、夏場やっぱ小物欲しいですよね、うん、ね、ちょっと色物のカバンとか、そう ね、こういうキャップとか、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんご協力ありがとうございます。で今日は皆さんかぶってる、キャップの紹介を手前のお兄さんからしてもらっていいですか、はい、どこで買ったんですか。これ今さっき買ったんですか。はい、今さっき古着屋のスタッフガストで、はいはい、はい、パレストニューエラーの、はい、もしよかったら前も見てくれるんですか。はい、こんなんあんのに、うん、かわいい、配色めっちゃいいですね。8分の1、頭小さいんですか。よいよいよかわいい、かわいい、うん、じゃあお兄さん、それはヒスですかね。そうですね、はい、それはどこで買ったんですか。僕これネットで注文して、はい、あ、そうですね、ヒステリックグラマーのホームページですか。そうです。あ、それっていくらぐらいするんですか。僕が買った時は8800円ぐらいです。最近かぶってる人多いな、うん、ね、かわいいです。で T シャツもヒスですよね。そうですね、はい、あ、なんかこれもらいました。あ、そうなんですか、はい、かわいい。これもヒスですよね。それもヒス、はい、お母さんじゃあかわいい。じゃあお兄さん、それはどこで買いました。さっき生活、はい、みんなさっき買ってるんや。買いました。買ってすぐ被る系の、はい、でもすごい気持ちわかるです。それなんぼでした。うちは2000円でした、はい、雨村のセカストですか、はい、それはどっかコラボなんですかね。ではない、普通のパレスの単体ですか。いや、わからん。ニューエラ、あ、ニューエラとパレスの、ありがとうございます。靴もええっすね、これでつれ、これでかわいいっす、はい、かっこいいっす。じゃあ、最後お兄さん。僕これヒステリック、はい、あの友達から買って、はい、2000円ぐらいもらった。ここのお兄さんのグループは必須が着用率多いです ね、今ってやっぱ流行ってるんですか。流行ってると思いますね、はいはい、めちゃめちゃ着てる人がいます、はい。じゃあ、すいません、最後にまたお兄さんから、はい、これから夏じゃないですか、はい、なんか今欲しいなっていうアイテムってあるんですか。指輪系とか、はい、アクセサリーですか、ね、はい、アクセサリー系がちょっと欲しいですね、はい、じゃあお兄さん、なんか欲しいものありますか。 T シャツ、はい、去年から今年なんで、はい、あんまり持ってなくて、はい、やっぱ T シャツ欲しいです、ね、T シャツ、はい、まあ、T シャツ何枚やってもいいですもんね、うん。お兄さん何かありますか。僕は靴で2つあるんですけど、はい、黒のティンバーと、はい、ナイキのショックスっていう。ああ、いいっすね。ショックスは何色欲しいんですか。黒っすか。もう全部黒なんですよ。はい、全部黒。なんかなかなかないし、あ、でも高いですよ。高いですよね。僕も好きです。じゃあお兄さん、最後に。僕は、ドクターマーチのブーツと、はいはい、あとアクセサリーです、ね、アクセサリー、はい、まあブレスレットとか指輪系で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなあれやな、めっちゃはっきり喋るな、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日って休みですよね。休みですね。休みでもこれおるんですね。はい、あの後ろ姿で声かけてまさかのマッツンや。今回は、キャップの、紹介をしてもらうって感じで、ほうほうほう、まあ、今日被ってらっしゃるその帽子はどこで買われましたか。はい、これは堀江にあるオーバーライドっていうお店で、はい、あのすぐそこっすよね。買いましたね。それ結構被ってますよね。めっちゃ擦ってますね。ですよね。擦ってますね。じゃあいいポイントっていうのはありますか。通気性。通気性、なるほど。まあ夏場大事ですよね。通気性なんと、あと、はい、全然洗濯機で洗えるっていうところ。ああ、コットンなんですね。そうそうそう、まあ、若干縮むんですけど、はい、のとフィット感、バケハとかってなんか締め付けちょっとないと飛ぶじゃないですか。これめっちゃいい。それほんまいいです、ね、それいくらぐらいするんですか。これ4000円ぐらい。4000円多分15000円ぐらい。まあ、でも実際去年買ったやつで今年も買い足したいんだけど、はいはい、なんか今ないですね。あ、これじゃあ去年から被られてると。そうそうそう、なるほど。色褪せてきてるから、はい、ね、もし再販あったら買いたいし、はい、なかったら今ないんですね。なかったらメルカリから楽に買うし、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後にこれからまあ夏なんですけど、はい、何か欲しいアイテムってありますか。欲しいアイテム、ね、でもやっぱアクセサリー系が欲しいですかね。結構皆さんおっしゃってますよね、うん、アクセサリー系は、ね、さっきお声かけした人たちもやっぱり多かったですね。あ、やっぱそうなんですね、はい、参考になります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お休みのところとんでもないです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、汗だくです。やばいね。やばいですね、うん、ほんまにシャワー浴びたくない。めっちゃ浴びたいです ね。4月の6日なんですけど、はい、この時点でこんだけ暑かったらね、8月多分やばいですよ。やばいと思う。で、結果としては、はい、やっぱりベースボールキャップ、メッシュキャップの方が多かったですね。そうですね、はい、でブランドは結構バラバラで、うん、コラボであったりとか、あのニューエラのキャップをかぶってる方が多かったのかなと思います、はい、定番ではなくて、うん、まあ、カスタムしてたりとか、うんうんうん、なんかブランドとコラボしてたりっていう人が多かったですかね。そうですね。純粋な青のドジャースとか、うん、ヤンキースのネイビーっていう方は今回あんまりいらっしゃらなかったですよ、ね、確かに。で、はい、キャップの特集でこういうのも言うのもなんなんですけど、うん、キャップかぶってる人が思いのほか少なかったっていう、あのほんまに少なかったですね。めちゃくちゃ少なかった。で僕もキャップが好きで、うん、まあ、普段かぶる人間なんですけど、うん、僕ですらも今かぶってないっていう、まあ、ちょっと蒸れたりとかね、やっぱ暑いもんね。理由としては暑すぎるんですよ、うん、
少なかった、めっちゃ少なかったですよ、ね、うん、ちょっとそれがびっくりしましたね。ね、なんかそのジュースのさ、はい、スタッフみんなが結構被る人多いじゃないですか。そうですね、だからまあ被ってるやろみんなって思ってたらマジでいなかったですね。ほぼ全員僕らのまあ会社は被ってますもんね、うん、ですね、はい、なんかスニーカーやってキャップもやってってなってきてるんで、ここでちょっとね皆さんがこういうのもインタビューしてほしいっていうのがあればね、コメント欄でちょっと教えていただいたりとか、なんかまあデザイン系の T シャツ、うんうん、どんな T シャツ着るとか面白いかもしれないですね、うん、普通に私気になりますね、それはですよね、うん、皆さんもなんか思うところがあればコメント欄とかでね、まあ、メッセージでもいいですし、うん、書いてくだされば、ありがたいです。はい、はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。